白馬山椒魚は、両生綱、有尾目山椒魚か山椒魚俗に分類される、優オ類。1975年に、長野県の白馬村で発見されたことからこの名が、付けられた。日本固有種式標本の産地は、白馬村。種小名ハィマンテニスは、日田山脈ののい。全長須 8.4cm、メス 8.7cm。体側面に入るシワは、 左右に12本ずつ。背面の色彩は暗褐色で、覆面の色彩は淡褐色。全身は光沢のある白い反転が密に入る。上額中央部に並ぶ歯の列は切れ込みの浅いアルファベットの V 字状。脂は短く、胴体に沿って全脂を後方へ後足を前方に伸ばしても接することはない。あとは4本。乱脳の表面に入るシワが不明瞭。 岐阜県や富山県に分布する個体群は山山小魚エッジ、デナウィスとして記載され、本種と非常に近縁な種とされていた。酵素の電気営動法による分子系統学的解析から、本種のシノニムとする説が有力。食生は動物食で、節足動物、陸生の巻貝、関係動物などを食べる。幼生は節足動物などを食べ、 しばしばともぐいをする。繁殖形態は卵生。4から5月に、出現や森林内の祭流などに30から76個の卵を1体の卵老に包んで産む。卵は6月に孵化する。妖精は9から11月に変態し、妖体になるが、妖精のまま越冬し、翌年の春季に変態する個体もいる。開発による生息地の破壊、水質汚染などにより、 生息数は激減している。道路脇の速攻による落下死やペット用の密漁による生息数の減少も懸念されている。岐阜県では指定気象野生生物、白馬村では天然記念物に指定され採集などは禁止されている。絶滅危惧アイビー類ありがとうございます。